これが余剰なしの無限ジェネラルセブンになります。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。マシンロボ無限バインより無限合体シリーズです。それでは見ていきましょう。ということで、いや懐かしいね、これはめちゃくちゃ懐かしい。今無限バインって聞いて、は何言っとんねん、無限バインは食玩やろって思った方で結構いるかと思うんですけれども、僕の世代からしますと無限バインこれなんですよね。食玩じゃないんですよね。実はこの最初これが無限バインだったんですよ。これが後々食玩になってったので、その、まあ、元祖ですよね。はい、っていうもの、これで育ったので、まあ、ちょっとこれをね、レビューしていきたいと思います。はい。ナンバー01から08まで、ですね。確か。はい。をちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、この、簡単に説明しますと、この無限バインの前に、マシンロボレスキューっていうシリーズがありまして、で、なんと一応、この無限バインっていうのはこう組み替えのジョイントがあるわけですよ。このジョイントでこうやって穴があって、こうパーツを好きなところにこうやってカチカチってやるっていうシリーズなんですけれども、その前のマシンロボレスキューも一応こうやって共通ジョイントが使われているので、無限バインとこう一緒に遊ぶことができるっていうね、はい、一応シリーズのつながりもありました。はい、まあ、っていうね感じのやつです。はい、ということで、いや、この無限バインが本当におもろいので、もう、これをちょっとね、皆さんに知っていただきたい。まずはこちら。ナンバー01、エアレオンです。はい。わかりますね。ライオンですと。はい。こうやってライオンがいますと。で、この無限バインの遊び方、今からちょっとやっていきたいと思います。はい。まずは、このパーツを全部、はい、こうやって、外しちゃいます。で、中になんかこういうね、キューブ型のものが入ってます。なんとこれ、はい、こうやって変形させると、はい、ロボットになるっていうね。なんと中にロボットが潜んでたっていう、このワクワクで、ロボットにめちゃくちゃジョイントがついているんですよね。はい、でこのロボットもこうやっていろんな形にすることができるんですよ。こうやったりとかして、でこのロボットがコアになって、それに、はい、このね、はい、ライオンの顔とかいろいろこうやってくっつけていくわけですよね。はい、こうやってこのジョイントのさ、ほらカチカチっていう、これがまたね気持ちいいんですよね。はい、でこうやっていろいろ合体させていったりしてね。はい、でこうやってあげれば、はい、なんとさっきライオンだったものが、はい、こういう、なんか飛ぶやつになりますと。いや、これが、無限バインのめちゃくちゃ面白いところ。もう、こうやっていろんなものに組み替えで変形できちゃうっていう。奥が深いんだよね、だから。いや、で、まあ、これが、一応想定されてる遊び方ですね。さっきの、ライオンモードと今の飛行モード。がまあ想定されてるんですけれども、やっぱりなんかこの状態でなんかやりたいよね。はい、ってことで、なんかこうさ、好きな自分の好きなようにこうなんか合体させることももちろんできるんですよ。ジョイントがたくさんあるから、こうやってなんか足ちょっと伸ばしたりして、でなんかね、こうやってどっかこうライオン、ちょっと本当は胸にやりたいけど、胸にジョイントないから、なんか適当にこうどっかにこうつけたりして、でまあね、こうやって、うん、なんかいろいろこうジョイントがあるので、はい、好きなようにこうやってくっつけてあげることができちゃうわけなんですよね。はい、で、まあもうこんな感じでやったりとかね、はい、できるわけですよ。はい、こうやってなんかロボットにこう武装みたいな感じでやったりとかっていうので、僕は子供の頃めちゃくちゃ遊んでました。これで、なんか、俺合体とかのスキルをね、学んだよね。はい。
まあ、っていうのがエアレオンね。はい。で、次は、02、はい、こちら、ビルジュラフトですね。はい、ビルジュラフト。はい、こんな感じになってます。キリンね、キリン。はい、キリンになってます。いや、で、このさ、なんか、タイヤついてるとことかいいよね。なんか、ビークルになりそうだなっていう見た目。このさ、何、ビークルとこのアニマルのこの合体のさせ方がめちゃくちゃ秀逸なんですよね。本当に素晴らしい。はい、こうやってあげて、はい、ビルジュラフトは何に変形するんでしょうかと、はい、いうことを考えてみてください。はい、こうやって合体させてあげて、はい、で、これですね。はい、これでなんとクレーンになります。面白い。ほら、首が伸びるっていう、このこれを利用して、首の長いキリンを利用してね。で、ここもこう稼働するっていうね。ほら、めちゃくちゃ考えられているんです。コロ走行もできると。素晴らしいね、本当に。はい、まあ、ていうね、いろんな遊び方ができちゃうわけです。ちょっと今回は結構あの数多いんで、あんまりオリジナル合体っていうよりも、そもそも想定されてる遊び方をちょっと紹介していきたいなと思います。本当にどれも秀逸なんでね。はい、なのでちょっと一旦全部このビークルモードにしていこうかなと思います。はい、こうですね。はい、ほら、すごい、さっきまで動物だったものがビークルになっています。はい、それでは03キャリーイーグルです。はい、面白い見た目してますよね、まあ、この状態でももう走るしね。はい、で、こう外してあげて、こうですね。で、これを、はい、反対側、こうか、これをこう合体させて横にこれをくっつけると。はい、で、こうやってタイヤつけて、後ろにこれを、このさ、足とかもさ、すごくよくできてて、ここ穴なんですよ。だけど ここが凸になってて、これを回転させることでこの凸の位置を変えることができたりするんですよね。なので、もう本当にもう無限の遊び方ができちゃう。それが無限バインなんですよね。素晴らしい。はい、こうやることによって、はい、なんとトラック、はい、になります。はい、コロ走行もスムーズですと。おもろい。はい、で、次、こちらナンバー04ディグコングですね。はい、ディグコング。はい、いや、これもさ、コアロボの使い方がすごい面白いんですよね。この、これ足なんですよ、コアロボの。足がこう手になってるっていう。これが面白いんだよね。はい、こうやって戻してあげると、ほら、コアロボ、こんな感じに入ってます。ね。おもろいね。はい、で、これ外してあげて、で、これもやっていきましょう。はい、このように変形させまして、こうですね。はい、こうやって合体させて、いや、これでさ、なんかオリジナルで2体合体させたりとかさ、やったんですよね。うん、はい、で、これが開いて、なんと、はい、ショベルになります。面白い、面白い。ここの使い方マジですごい。ほら、こうやってくっつければゴリラの顔になって、で、これ開けばショベルになるっていう、このゴリラの顎がバケットになってるっていう。これしかも、これ動く。ほら、こうやってクリックもあるから、こうやってちゃんと止まるっていう。よくできてるよ、本当に。で、さらにここも回るからね。ほら、うん、すごい。ちゃんとコロもあるしね。ほら、こうやって。素晴らしい。で、次、こちら
エボライノス、いやかっこよすぎるドリル、ドリルはかっこよすぎると、はい、打っていって外していってこっちにドリルつけて、はい、でこうやってで、そうですね、はい、つけてあげてドリル前にやってこう、こうですね、はい、下にこれをくっつけてで、横にはこれをくっつけると、はい、この足が全部ねこうキャタピラになってるっていう、ほら、はい、これで、ドリルです、はい、切削機とかなんかそういう感じでしょうか、ドリルね、いやすごいね、よくできてるわ本当に、はい、でこの底もできると、素晴らしい、はい、じゃあ次が、次6これなんですけど、ちょっと一旦7いきましょう、はい、7、はい、これがファングタイガーですね、あれと、なんかエアレオンに似てるねっていう、はい、似てます、この足とここの部分かな、うん、は一緒、それ以外は違います、はい、新たにこのパーツも増えてるっていうね、はい、感じになっております、じゃあこれも一旦外して、はい、でコアロボ、あ、そうそう、コアロボも秘密があって、実はちょっと忘れてました、ここ顔に F って書いてます、これファングタイガーの F です、それぞれのイニシャルが顔の横に入ってます、例えばこのディグコングは D、 ほら D とか、こっちのエボライノスは E とか、しかもこれちゃんと ABCDE の順番になってるっていうね、エアレオンは A でしょ、でビルジュラフト B でキャリーイーグル C みたいな ABCDE になってます、はい、で、ちょっと話それましたけど、はい、これやっていきましょう、組み合わせて、でこれは実はこれとちょっと合体方法が変わってます、はい、ここまでは一緒なんですが、はい、このこれはこっちにつけます、はい、前足は、まあ、ここにつけてもいいんですけど、かっこいいんですけどこっちです、はい、でこの新たなパーツ、これをこの横にくっつけてしまうと、はい、でこうやってくっつけて、はい、こういう見た目になります、もう全然違いますよね、ほら面白いね、このリデコの仕方も秀逸です、はい、まあ、ということで ABCDE が終わりました、で次これいきましょう、これ08だったと思います、はい、ゾードエレファント、なんかこれだけめちゃくちゃ大きいんですよね、はい、ゾードエレファント、これ結構鍵を握るあの無限バインです、はい、ちょっと外してあげて、はい、で、これも外してあげて、はい、フォアロボ、はい、Z、はい、いきなり Z 来ちゃったっていう、はい、めちゃくちゃ特別です、で、これを合体させて、合体っていうかあれね、はい、いきましょう、これの合体方法も結構おもろいですよね、はい、こういうコアロボの使い方します、でここをこれで閉じると、はい、これで閉じちゃう、でこれを、はい、こうですね、こうやって、はい、上にくっつける、でこの足だった部分をこのように、はい、してあげると、反対側もこうですね、このようにしてあげて、でくっつけます、はい、くっつけてあげて、これをさらにくっつけて、でこれを、はい、
こっちからくっつけると、はい、これでトレーラーですかね、はい、っていうね感じにすることがめちゃくちゃ大きい。これは乗らないか、さすがに。はい、例えばまあこう、これもちょっと乗らないか。はい、まあまあなんかね置いたりしたりとか、こういう感じです。はい、まあっていう感じです。あ、ちょっと待って、ゾードエレファントのちょっとロボットモードを忘れてたのでやっていきましょう。これ実はロボットモードもありまして、はい、それにしていきたいと思います。はい、こうやってあげて、でこれを、はい、うわ気持ちいいよ、はい、で、これがこうですね、こうなって、はい、で、これでくるっと下に下ろすと、はい、反対側もくるっとやってあげて、はい、頭をつけて、で、足ですね、足を、はい、下に下ろしてあげて、で、くっつけると。はい。で、くっつけてあげて、背中にこれをつけて、はい。で、このパーツを、こうですね。はい。羽みたいにしてあげて、で、これが武器になるわけですね。はい。これで、はい、ゾードエレファントロボットモードになります。はい。いや、いいね。このさ、コアロボの顔とはまた別の顔がしっかりこうついてるっていうのが、めちゃくちゃ嬉しいですよね。いや、これはもうゾードエレファントはもう完成されてますよね。単体で。はい。っていう感じですね。で、このね、ナンバー06、ゼノンバイン。これがちょっと異質な存在でして、この他の今までやったやつとはまたちょっとね、一味も二味も違うんですけれども、ゼノンって名前、まずすごいですよね。これ、イニシャル何になってるかっていうと、見てください。X です。はい。X で、ゼノンっていう名前なんですけれども、これがね、ちょっと違うんですよ。ちょっと、これがなんと5つのモードに変形することができます。まずはさっきのドラゴンモードね。はい。で、次やっていきましょう。ドラゴンモードの次、何モードになるのか。こっちにこう、合体させて、はい。で、足を開いてあげて、で、くるっと回転させて、で、これをくっつけると。はい。こうですね。くっつけてあげて。はい。で、これをこっちにくっつけると。はい。これでジェットモードになります。二つ目のモード。そして、次、行きましょう。次は、はい。また外してあげて、はい、足を一旦戻して、はい、で腕前にやってこうですね、はい、で、これをこの足の裏にくっつけてあげまして、はい、でこれをこの横にくっつけてあげて、で、このパーツがうまいことくっつくので、くっつけてあげて、で、ここの部分に、はい、ガチャッと取り付けてあげれば、はい、これ第3のモード、タンクモードになります。はい、いや、めちゃくちゃスムーズ。いや、ここのパーツのこのつながり方めちゃくちゃ綺麗ですよね。この無限バインのさ、こういうところが好きなんですよね。こういう、なんか一見別パーツなんだけど、こうくっついちゃうみたいな。こういうの大好き。はい。
で次行きましょう。めちゃくちゃあるからね。はいはい、こうやってあげて、でこれをここにくっつけて、でくっつけてあげて、はい、これをくっつけますと、でこれをここにくっつけて、でこれ開いてあげて、はい、この腕にくっつけてあげれば、はい、ここか、はい、これでなんとスコーピオンになります。サソリでね、はい、サソリです。すごいよね、こんな、このさ、この開くこの部分が結構やっぱ変形だから、もうそもそもこの単体で変形しちゃってるから、もういろんなものにすることができますよねっていう自由度が結構高いパーツですよね。はい、じゃあ次、次まだあるっていう、はい、次でラストです。次のモードいきましょう。最後のモード何になるんでしょうと、はい、これは足の下にくっつけてあげて、はい、でこれを、はい、腕にくっつけて、で背中はこうですね、これくっつけて、でこのパーツをここにくっつけると、はい、これで、はい、ロボモードになります。いいね、あ、やっぱロボモードあるの嬉しいですよね。はい、こんな感じになってますっていう、このゼノンバインだけこの5つのモードに変形できちゃうっていう、ちょっと異質な存在なんですよ。めちゃくちゃかっこいい、はい、っていうね感じでございましたと。まだ実は終わりではありません。なんと、この公式でこの7体いるじゃないですか。ここ、このゼノンバインを抜かした、これ多分敵なので、この仲間のこの7体が、なんと、全て合体するっていうのがあります。でそれが2つのモードあります。ビーストの、まあ、状態と、あともう一個ロボットの状態あるので、そのどっちもねやっていきたいと思います。僕初めて今やるんで、実はなのでちょっといろいろ見ながらやるので、すごいね、なんか何こう合体させるの遅くなると思うんで、ちょっと早回しで見ていただきたいと思います。まずはちょっとビーストモードいきましょう。これで無限ジェネラル7ビーストモードになります。どうでしょうかこんな感じで、このマンモスにこういろいろくっついてるよねっていう見た目してますね。なんかすごいですよね。はい、なんかこういろいろくっついてます。でこの足にはもうこのコアロボがこうキューブになって、こうただくっついてるだけっていう、はい、これ自分は写真見てやってるだけなので、もしかしたらちょっと間違ってるかもしれません。でこのね無限ジェネラル7はね、なんとめちゃくちゃ余ります。はい、こんなにめちゃくちゃ余る、はい、っていうのはまあしょうがないですね。はい、じゃあ次、ロボット版もやっていきましょう。これで無限ジェネラル7ロボットモードになります。どうでしょうか。いや、これ面白いですよね。この胸にライオンが来ていて、でこの肩のこの出っ張りとか、この動物たちの顔がこう前にこう来てるっていうところがめちゃくちゃいいと思います。でこのめっちゃ好きなのが、この赤い
エアレオンのこのジェットの機種の部分とこのファングタイガーの機種の部分なんですけど、このファングタイガーのパーツをこのエアレオンにこう、この共通だからね、ここのパーツはだからこうくっつけれるから、これをこう肩にして左右対称にしてるっていうところがめちゃくちゃ個人的には好きですね。はい。でこのビルジュラフトの足がこうなんかね、なんかすごい銃みたいな感じになってるところとかおもろいですね。はい。でこれも、例によって、余剰パーツめちゃくちゃ出ます。はい。ということで、でも僕はあの当時からね、あのこの無限バインで遊ぶときはこう合体させるとき絶対余剰パーツ出さないように遊んでたので、ちょっとロボットモード余剰パーツなしでもう一回、もう俺合体ねしていきたいと思います。これが余剰なしの無限ジェネラルセブンになります。どうでしょうか。いやもう余剰なしです。はい。この、ま、ゼノは、まあ、あの合体させないですけれども、それ以外はもう全てパーツを使っております。ちょっとこれ動かすの怖いんですけれども、はい、こんな感じですね。はい。裏ちょっとね、あんまり綺麗ではないけれども、はい、まあ、ちゃんと全てパーツ使ってますという感じですね。ちょっとこの顔をちょっと暗くなっちゃって見えにくいですけど、これじゃあどこにやろうと思ってこの頭にもうなんかつけましたけど、はい、こんな感じになっております。おっと、はい、こういうことがね起きてしまうので、はい、危ないですが、なんかこういうことですよ、無限バインって。もう自由にもうこうジョイントがめちゃくちゃあるから合体もできるし、もう自分の好きなようにねこう組み立てられるっていう、その想像力をねかきたてるっていうのがもう本当に最高なんですよね。はい。まあ、ということで、もう最高なおもちゃがあったよっていうね、動画でした。あ、そうだ、それでしかもちょっとこれやってなかったっていう、はい、この無限ジェネラル3も実はあったんですよね。ちょっとこれやってなかったんで、ちょっとまた後でね、はい、なんかいつかね、はい、やろうかなと思います。はい。ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。